はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病という生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあサムネイルにもあるようにね、あの下痢の話なんですけどもね、あの昨日の、ね、昼からね、下痢が止まらなくなってですね、まあ、今もね油断ができないんですけどもね、まあ、いつねその蛇口が開いてしまうかと考えるとですね、もう不安しかないです。まあ、この問題に関してのですね、最大の原因はね、白血病にあるんですけども、でそのね、白血病の治療のためにですね、骨髄移植をするとですね、その骨髄移植においてのその免疫抑制剤やね、ストレート治療っていうなどのやつにですね、抵抗性などがあるその腸のね、GVHD と呼ばれるね、腸管急性移植変態宿主病に対してですね、まああまり聞き慣れないと思いますけどもね、あの弁細筋層移植というのをね、行ったところですね、全ての症例でね、その効果が見られたということでね、と一部の患者さんではですね、ステロイドの量っていうのをね、大幅にあの減量できたというね、その臨床研究のね、成果がですね、あの2016年に発表された資料なんですけどね、そこに、ね、記載されていました。まあ、僕はその弁細筋層移植っていうのをね、まあ、してないんですけどもね、まあ、これというのはですね、その白血病などのね、難治性血液疾患に対してはね、唯一根治が期待できるとね、されているその治療法としてですね、あの骨髄移植などのね、同種造血幹細胞移植っていうのがあるんですけどもね、この治療にはですね、必ずと言っていいほど、あの移植変態宿主病、まあ、GVHD というのがね、合併症がですね、発生することがあります。これはですね、あの各臓器にね、現れることがあってですね、まあ、腸に出たら腸が弱ります。しかしですね、その同じね、造血幹細胞移植であってもですね、あの自家移植というね、自分の骨髄をあらかじめ採取しておいて、それを、まあ、病気が発症した時に再移植した場合や、再対決番からもらった再対決移植っていうのをした場合はですね、この GVHD というのはですね、あまり症状が出ないとされてるんですけどもね、あの僕が骨髄番からもらった同種造血幹細胞移植っていうのではですね、8割の確率で GVHD がね、発症しますので、あの同種造血幹細胞移植をした患者さんはですね、ほぼほぼ皆さんね、苦しんでおります。このね、 GVHD というのはですね、その移植された血液細胞というのがですね、患者さんの体をね、異物と認識してですね、あの攻撃をするその合併症のことで、まあ、このうちね、致命的なケースになることも知られている、あの腸管急性 GVHD というものに対してはですね、あのステロイド剤っていうのをね、用いた治療がね、行われるんですけどね、あの免疫抑制でもそうですね、あの同じようにね、それを用いた治療が行われるんですけども、あの効果っていうのはね、その半数程度にしかね、認められずにですね、長期間にわたるその強い免疫抑制によってですね、感染症などのね、合併症というのが増えてしまうというね、課題があります。そんなね、腸の GVHD に対してはですね、最近ではね、その腸内細菌層、まあ、腸内フローラをね、移植するというね、その治療法であるね、あの弁細菌層移植というのがね、あの注目を集めています。まあ、僕はしてないんですけどもね。というか、なぜ今回はね、こんなお話の仕方をしているかと言いますけどですね、まあ、最初にお話ししました通りですね、あの実はね、昨日のね、その動画をね、あの撮影してからめちゃくちゃ下痢に侵されてしまったんです。でそれをその僕はしてないんですけどもという、その腸内細菌層を移植する治療法である弁細菌層移植に似た感じがですね、まあ少しね、その無理やりに寄せてしまってる感じがありますけどもね、同じことが起こってしまってたのかもしれません。GVHD が起こるというのは、ね、すごい苦しいんですけどもね、同時にね、 GVL 効果というね、同種造血幹細胞移植後にドナーさんのリンパ球がこう増加していって、で体の中でね、患者さんの体の中で増加していって、免疫反応によってね、その患者さんの体に残っている白血病細胞をこう攻撃していってくれて、で排除することで、あの再発っていうのを抑え込んで、その最終的には完治に至るものとね、考えられる、まあ、治療法っていうのがその GVL 効果なんですけども、そのね、白血病細胞を攻撃し続ける時っていうのはですね、何かしら体にですね、きつい症状が出るので、腸内細菌層を移植するあの治療法であるね、その弁細菌腸内細菌層移植というね、その腸の GVHD を抑えるためのものと、まあそれと比べればですね、真逆のことが起こってるんですけども、僕が行ったのはね、その腸内細菌層を体に入れたのではなくてですね、
腸内細菌を助ける乳酸菌を入れたんですよ。まあ、入れたというかね、食べたんですよね。あの乳酸菌といえばですね、プロバイオティクスですよね。あのプレバイオティクスじゃないですよ。プロバイオティクスで有名なね、ヨーグルトってありますよね。まあ、ヨーグルト、まあね、普段からも食べててもですね、何の問題もないですしね、下痢もしたことはありませんけれどもね。しかしね、今回僕が食べた乳酸菌というのはね、キムチやったんですよ。まあね、キムチなんか食べたらあかんとね、病院からこう何回も何回も言われてますのでね、あかんことぐらいしてたんですけどもね、あの韓国のね、あの巻き寿司のね、キンパって皆さん知ってますよね。あります、あるじゃないですか、キンパってね。あれにね、少しだけね、そのあれがキムチが入っててね、でそのことに気づかずにね、一口食べてしまったんですよ。まあ食べる前にね、気づけばよかったんですけども、その冷凍のキンパだったので、ね、まあ、レンジでチンして切り分けてもね、分からなかったんですよね。でほんでまあ切り分けてもですね、あ、少し赤いな、まあこれぐらいやったらいけるっしょ、レンジでチンしてるから火通ってるしなというね、まあ、甘い考えでね、その一口食べてみたらですね、なかなかの量が入ってましてね、もうこれはあかんと思ってね、もう慌ててキムチだけを取り出してね、その一切れをね、もう綺麗に食べてからね、またその次の一切れにね、手を出して、その加える前にですよ、あの綺麗にまたキムチだけを取り出してね、このキムチ以外の場所をその後、その繰り返し食べてみたんですけどもね、あの綺麗に取り出していってもですよ、キムチがその材料として付着していた、そのキムチの周りのね、組織にはですね、少しのキムチのエキスがね、付着されてたんですよ。まあ、それぐらい考えたらわかりますもんね。でもね、それでも、まあ、少しやし、火通してるし、とね、いう甘い考えはね、消えずにですね、どんどんこう食べてしまっていたわけなんですわ。でもね、まあ、このどんどん食べてしまった失態にはですね、もう食べてしまえというね、ちょっとね、心で思ってしまった理由付けがありましてですね、あの以前にね、その買って食べた別の種類のキンパが、あの、まあ、無印の冷凍食品やったんですけどもね、それを食べた時にはですね、そのキムチが入ってなかったね、すごく美味しかったんですよ。でその記憶がね、こう蘇ってきてね、次の一口はいけるかも、次の一口はいけるかもというね、そのギャンブルにね、のめり込んでいくその心理的作用がね、あの僕の頭の中と心の中でね、働いてしまったのがね、理由というかね、まあ、言い訳でございます。しかもね、今回のキンパというのはですね、そのパッケージの表面にですね、イラストでね、断面図がしっかり、ね、描かれてたんですけどもね、そのカラーリングがね、その赤色がね、描かれてなかったんですよね。だからまあいけるっしょと思い込んでて、食べたら辛かったという地獄をね、味わってしまいました。まあでもここでね、なんでキムチで下痢やねんとね、思ったことに関してですけどもね、これがね、先ほど言いましたその弁細菌層移植というやつによく似たようなね、イメージをね、僕にこう借り立たせてしまうことになったんですけどもね、あのキムチにはですね、たくさんの乳酸菌が存在しますと。ヨーグルトがですね、 100g にね、その乳酸菌が約10億個入っているのに対してですね、作りたてのキムチのね、乳酸菌っていうのはね、 1g 中に約100万個とされていて、で成熟されることでね、多いものではね、約10万個にまで増加することもあります。ということはですよ、ヨーグルト 100g に対して10億個、キムチ 1g に対して10億個、ということはですよ、あのキムチはヨーグルトの約100倍多いことになりますよね。まあ、野菜とね、液体をね、その比べて計算し合えるかは分かりませんし、まあ、数字だけで見たその単純計算ですので、あのイメージでしかありませんけども、でも乳酸菌を食べ過ぎたことにはね、変わりなさそうなのですよ。っていうかね、その乳酸菌はそもそもね、栄養素でもないので、全く摂取しなくてもね、栄養不足になることもないためにですね、摂取量に決まりはないんですよね。だから特にですね、その大量に取りすぎてもですね、腸に溜まることなくてね、まあだいたい 2,3 日でね、排泄されていくようなんです。乳酸菌というのはですね、そもそもね、人のね、腸内にもともと存在するので、副作用も別にありませんし、取りすぎたことによってはね、問題もありません。だからいくらね、その乳酸菌を新しく取ったとしてもですね、それがね、長い間ね、こう住み着くことはないとも言われています。でその腸内フローラのね、形成パターンのね、原型というのはですね、まあ人それぞれですし、しかもね、それが3歳頃からね、形成されますのでね、まあ、その時代からね、長く住み着いているね、強い菌に対してですね、新しく摂取した乳酸菌がね、勝てるわけでもないですし、ただ長く住み着く菌たちの餌となるだけですので、なのでね、乳酸菌を多く取っても餌とならない乳酸菌というのは、ただ腸の中でをね、最終的にはね、便と一緒にこう排出されるだけですのでね、あの腸のね、乳酸菌量をね、増やしたいと思ってもですね、乳酸菌を取りすぎたとしてもね、意味はないんですよね。じゃあ僕がキンパを食べたことによって下痢になったという原因は何やという問題でね、考えられることはですね、きっとね、キムチの香辛料がね、原因だったんだと思います。あのキムチなどに使われるその唐辛子ってあるじゃないですか。あれにね、含まれるそのカプサイシンというね、あの辛味成分っていうのはですね、
交感神経をね働かせて腸のね蠕動運動出てきましたね、蠕動運動。僕はあの腸とあの胃と腸の話になったらですね、絶対蠕動運動の話をするんですけどね、あのミミズがねグニュングニュンって動くようにですね、あの胃と腸もですね物が入ったらそれをね排泄するためにですねグニュングニュンっていうこの運動をしていくんですよ。であの運動を活発にさせる働きがあのカプサイシンにはあるんですよね。その蠕動運動自体というのはですね、消化したその食べ物をね移動させたりお通じを良くしてくれる大切な働きです。しかしですね、カプサイシンを取りすぎるとその蠕動運動が活発になりすぎて下痢を引き起こしてしまうことがあります。さらにですね、カプサイシンの刺激によってですね、胃と腸のねダメージをね与えることがあるんですよね。これはね大きな原因とも言えますよね。まあ、香辛料のね強い刺激がねその胃と腸をね刺激することはね、まあ実はね日本人はですねこの刺激にあまり慣れてないというも言われています。というのもですね、そもそものスパイスというものはですね、昔からねあの肉類の腐敗っていうのをね防ぐために使われてきたもので、もともとその畑をねこう一生懸命こう耕すね農耕民族であったね、我々日本人っていうのはですね肉を食べるという機会がそもそもなかった、少なかったんですよ。でここ最近でねその急速にグーンとねこう広まったねあの肉の食文化に合わせてスパイスも広まりつつあるんですけどもね、日本人にとってはまだまだ新しい文化だということなんです。まあ、このような理由でね香辛料が胃腸にねとってすごい負担をかけて消化不良ね下痢を引き起こすというね、見方もあります。というのがね、まあ、僕のその今の免疫抑制剤を飲んでいて、あの抵抗力のない体ではねめちゃくちゃ素直に効果的に出てしまったんだと思います。まあ、ということでね、その下痢の原因というのはですね、キムチの香辛料が胃腸の蠕動運動を、ね、活性化しすぎたからだと考えられます。乳酸菌じゃなかったんですよね。まあ、傷んだ内臓に刺激物というね、その絶対に避けることのできた情けない結果でした。このようなことがあるからね、免疫抑制剤を飲んでるうちはね、キムチは食べたらあかんとね、あの病院から言われてるんですよね。まあ身をもってね、それを体験してしまいました。ということでね、免疫抑制剤を飲んでるうちはキムチはあかんというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。